堺仙北港堺仙北港は、大阪府堺市堺区、西区、高石市、泉大津市にある港湾。大阪湾に注ぐ大和川大津川間に位置する。港湾法上の国際拠点港湾に指定されている。2020年10月1日から、大阪港湾局の所管となった。1969年3月に、堺仙北臨海工業地帯と共に整備された。 特定重要港湾の堺港と千北港を統合して設置された。港湾管理者は大阪府。1995年、運輸省によるエコポートモデル事業に指定され、堺肉行きに人工費型が造成された。高速法、関税法上は神戸港、尼崎西宮アシア港、大阪港と合わせて阪神港と称されている。 臨海工業地帯の企業が有する専用岩壁の取扱いが多く、貨物取扱量の約7割を占める。一方で、フェリーや海上コンテナの取扱量は少ないのが特徴。2008年から、国と大阪府によって、大規模災害時に救援物資の搬入、搬出支援などを行う機関的、広域防災拠点の整備が行われている。 中世から近世諸島にかけて県民戦や衆院戦による日民貿易、南蛮貿易で栄華を極めた堺港と古代から泉国の国津としての歴史を持つ大津港が前身。大津港から仙北港への解消を経て、1969年3月に堺港と仙北港が統合され、特定重要港湾、堺仙北港となった。 2020年10月1日、大阪市と大阪府の公安局の統合に伴い、大阪公安局の所管となる、三戸七港の一つ。応仁の乱以降、県民船は西軍に占領された兵物を避けて、堺港を発着するようになり、16世紀に入ると、堺商人たちの活躍で、南蛮貿易の一大拠点へと発展した。しかし、大阪の陣によって、 堺市街は海人に返し、江戸時代には、鎖国政策と大和川の付け替えによる土砂の流入で、港湾機能は完全に衰退した。元は現在地より、やや北東の堺区宮山町付近に位置していたが、完成年間の復興により、現在地に新たに構築された。明治以降も改良工事が行われてきたが、1934年9月の室戸台風で壊滅し、 1936年に大阪府が改修した。1957年、大阪府議会が、堺港大臨海工業地帯造成計画を可決。埋め立て造成工事が行われ、八幡製鉄堺製鉄所などを誘致し、臨海工業地帯の物流を支える港として整備された。1959年6月に重要港湾。1962年7月には、 特定重要港湾に指定された。臨海工業地帯造成以前の堺港は、旧堺港として、堺仙北港の一部となっているが、主に、プレジャーボートの停泊地として利用されている。大鳩の旧堺東大、小鳩の流入心臓がランドマーク。泉国府の外港として、土佐日記や沙良品日記などに登場し、江戸時代には、泉木んの積み出し港として、活況を呈した。 明治以降、後廃地において毛布の製造が始まると、羊毛をはじめとする取扱貨物量が急増したため、1937年に埋め立て造成が行われ近代化された。1961年、大阪府議会が仙北臨海工業地帯造成計画を可決。仙北郡高石町から泉大津市の沿岸部一帯を埋め立て、工業港として整備された。 1965年、港湾区域が、助松地区や高井市町にも拡大したことを受けて、仙北港に改称された。臨海工業地帯造成以前の大津港も、旧大津港として、堺仙北港の一部となっているが、西港の沖合は埋め立てられて東港のみ。さらに、東港の不当もキララタウン泉大津として、宅地化しており、港湾機能は新港である。 小松塔に移っている。なお、西高沖合の埋め立て地の内急防波堤の外側は、潮見塔の一部となっている。中央やや西高寄りに、阪神高速4号湾岸線泉ウォーツ、パーキングエリアがあり、海側にキララ、センタービル、陸側に、ホテルキララリゾート関空の二つのビルが建っている。取扱い貨物量、入港船舶総トン数はいずれも、全国十一位。 入港船舶席数は全国第27位である。ありがとうございます。